被疑者が確保された場所松田本社工場連続殺傷事件は2010年6月22日に広島市南区及び秋群府中町にある松田本社工場で発生した通り魔事件である。この事件で12人が被害に遭い、1人が死亡、11人が重軽傷を負った。なお、以下に書いてある年齢はすべて事件当時の年齢である。 2010年6月22日午前7時35分頃、広島市南区日本基調の松田本社宇品工場の東正門前で、ファミリアエスワコンに乗った犯人が二人を跳ねた。警備員の静止を振り切って、敷地内に侵入、周回して五人を跳ねた。さらに車内共同用を橋で円光川を越え、800メートル。 離れた本社工場にも侵入し4人を跳ねた。工場内を約10分間、距離は約 5km、平均時速約 40km で暴走し、7時45分頃南下大州の北門より逃走した。犯人は北門逃走より40分後、北東に 4.6km ほど離れた府中町、畑峠で、わしがやったと、百1番通報。 駆けつけた警察官が殺人未遂罪及び包丁を隠し持っていたとして8時23分に重報刀権類所持等取締法違反で現行犯逮捕した。工場の始業は午前8時15分であり事件の起きた時間はちょうど夜勤と日勤の従業員が入れ替わる時間帯であった。現行犯逮捕された被疑者は 同市浅南区上安二丁目に住む42歳の派遣社員の男で松田の元機関従業員だった。松田によれば犯人は2010年3月25日に6ヶ月契約の機関社員として入社4月1日から同工場でバンパーの製造業務に当たっていたが14日になって自己都合退職した。男は松田工場で同僚から 集団ストーカー行為をされたとして、松田が嫌がらせを止めなかったので、松田に復讐しようとしたと供述しているが、警察の捜査では、嫌がらせの事実は確認できず、被害妄想による思い込みと判断された。犯行現場では、ブレーキ痕がほとんど発見されておらず、ファミリアスワゴンは、フロントガラスが大きく破損し、ボンネットも変形しているという。また、 2008年6月8日の秋葉原通り魔事件のようにしてやろうと思った松田の従業員なら誰でもよかったなどと供述している。犯行前には知人に対して僕は負け組などと述べるなど精神的に不安定な状態にあったとされる。6月23日に男は殺人未遂と銃刀法違反の疑いで広島地方検察庁に送知された。男は 秋葉原通り魔事件の年に自己破産している。アパートには4月から干したままの洗濯物などもあり、生活にかなり困窮していたのではないかとされている。11名が跳ねられ、1名が肩からかけていたショルダーバッグを車に引っ掛けられた。バッグを引っ掛けられた男性を除く11名が病院に搬送された。9人が松田病院に2名が 広島市中区と秋区の病院に搬送された。被害者12名のうち1名が死亡、重症2名及び軽症2名が入院、その他の軽症7名被害状況は6月22日及び24日に広島県警が発表したものである。なお、被害者12人全員に広島中央労働基準監督署により労働災害認定が下されている。本県では 男は殺人罪に問われたが、裁判上、男の責任能力が争点となることが予想されたため、度重なる精神鑑定要請が行われ、結果として起訴が2011年10月、一審の初公判が2012年1月26日と、裁判の開始が大幅に遅れることとなった。一審は裁判員裁判となったが、 その審議過程で被告人が被害者遺族に支払われた保険金を要求するなどの得意な行動が明らかになっている。2012年3月9日、広島地方裁判所は被告人の完全責任能力を認め、休憩通り無期懲役の判決を下した。この判決に被告は松田従業員による嫌がらせが妄想と判断されたことを不服として構訴した。 2013年3月11日、広島高等裁判所は、被告に殺意があり、完全責任能力があると認めた一審判決に、不合理があるとは認められず、法令適用の誤りも見られないとして、被告側の控訴を棄却した。2013年9月24日、最高裁判所は、被告人の上告を棄却し、一審、二審の判決が確定した。事件発生により、 工場は一時創業停止したが、同日9時に創業を再開した。社内には5カ所検カ所が設けられた。事件の翌日の23日に行われた株主総会で警備体制に対する意見が出て、事件の再発防止に全力を尽くす方針を示した。それに関連して、入り退場に対する警備強化をする方針であると報道された。また、 事件発生の22日より CM を自粛していることが24日に判明した。松田本社工場は、宇品工場地区と本社工場地区に分かれ、社内橋の東洋大橋で結ばれている。敷地面積は2、24、7七千平方メートル、建物延べ面積は1、79、6六千平方メートルで、約1万5千人の従業員が働いている。以下の出店において、 記事名に男の実名が使われている場合、その箇所を伏せ字とする。ありがとうございます。